ルソシエダの新ユニフォーム着た。久保イケメンすぎ。ちゃんと活躍した3人でよかったわ。人選ナイス。新ユニの青い部分が立体的になってるな。キューブイコール久保に欠けてるのか。おお、来季ユニいいね。しかしやっぱりスポンサー入ってないのかっこいいな。ソシエダ新ユニ来た。久保でまくりではロタ、島逆じゃなくて今年の投手か。俺は今年の方が好きやな。ワッペンの位置高くね。ってのがな、胸サポはどうなるんだろ。スペインだとヒゲは許されるけど、日本だと久保のヒゲは受け入れにくいだろうな。青が水色チックになってて、アルゼンチン代表みたいだな。わかる、爽やかさは増したな。確かに色合いがアルゼンチンっぽい。新ユニいいね、伝統的なスタイルにしつつ、新鮮な爽やかさも出してきてる。新ユニ、竹も似合うけどシルバ似合っとるな。青と白だけでシンプルに作るのが一番美しいと思うけど、来年 CL あるせいか、気合い入れてごちゃごちゃしたもん入れてダサくなってるよな。日本代表のユニもどんどんダサくなってるし。今ユニもいいんだけど、初めて見た時背中汗じみかと思ったわ。新ユニ、カラーリングもかっこいいね。CL 取れたからスポンサーは向こうから来るだろうな。胸に入るのはかっこいいデザインがいい。胸スポは CL 取れたから即つくだろうね。タケちゃん髪型決まってるやん。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。